気するんですよ。はいはいはい。それが言うてるじゃないですか。言うてます。それは絞ろうと思ってないですか。絞りたいんですか。それとも絞りたくないんですか。言うてるだけですか。生きてるだけですか。それはどうですか。そんな詰め込めるそんな詰め込む。いや、やる気はあるんですよ。だからもう僕は、前も言うたんかな、痩せることは、ちょっと今よりは絞ろうと思いますよ、5キロほど。僕の5キロなんか知れてるじゃないですか。うん、絞って筋肉。で、ほんまにスタローンみたいな体になりたいです。できませんくせに理想高すぎるんですよ。まあ、ここやけどね、スタローン。はいはい、もう、だから。まず第一段階どれなんですか。今一気に3つ言うたじゃないですか。こんなぐうたらで、全部ダイエット失敗してきたこの男が、いきなりスタローン。痩せてムキムキにしてスタローンってこう3つ言うたじゃないですか、はい、もうそれが多分ね、できもせんくせに理想高かったらそれはもう無理ですよ。まず1個だけ叶えれるとしたら何ですの。5キロ痩せるでしょ、はい、それだけ考えたらいいんですよ。言うからですよ、はい、だからまず5キロ落としなはれの、はい、それだけの話ですわ。はい、でしょ。ただちょっとおことで、はい、言うてますやん。はい、まだ5キロ落とすためには何しますの。まあ食事を減らすで、ちょっとどう減らしますの。それ漠然としてますやん。それアメリカに行きたい、フロリダ、今言ったらカリフォルニアに行きたいって言うてんのに、いやなんとなくチケット買いますやんとか言うてるだけで、それは何ですか。その空港までのチケットを買うのか、はい、飛行機のチケットを買うのか、あなた空港のそばに住んでないとしたら、その空港までの電車を買うのか、そのバスを買うのか。飛行機です。でしょ、はい。ってなると、5キロはどうやって食事制限する気かっていうのを、大盛りをやめたいと思います。大盛りやめただけで、その5キロ減ると思いますか。減らないと思います。そやのに何でそう言うたんですか。大盛りやめたいって。だからまず、の取っかかりというか、やれるところは大盛りやめることかな。でしょ、食事制限するって大盛りやめるしか言い切られへん男がスタローンになりたいなんてむちゃくちゃ言ってるんですよ。わかります。痩せられへん人の精神分析さ、こういうことでさ、皆さんこの今ね、兵道というモルモット使って痩せれない人たちのこの衝動、精神構造、今からこうあらわにして、そして破壊していきたいと思います。はい、大盛り以外もやめてくださいよ。大盛りを以外も、大盛りをやめるの当然ですやん、はい、それ何の大盛りやめる気ですの。ご飯、ラーメンは、ラーメンもやめます。だから大盛りという行為をやめます、うん、普段何食べてますの大体。肉、うん、それやめましょうか、とりあえず。え、5キロを痩せたいと肉食いたいやったら、5キロ痩せたい、うん、じゃらやめときましょう。週に一遍にしましょう、肉を、はい、はい、一発です。そんなもん僕の言うこと全部守ってくれます。じゃあ5キロ痩せさせますよ。ほんまに、はい、お願いします。ご飯、はい、まず子供のお茶碗一杯だけ。ちっちゃ、うん、まあそれは小6サイズでいいですよ、はい、あ、ちょっと大きい、はい、うん、小6の娘でいいです、はいはい、娘の方です、ね、そうです、はい、だからそれがその何ですか、うどん屋さん行って、すいません、あのちょっとなんかお取り分けのお皿いただいていいですか、言った時の来たピンク色のやつ持つとこプラスチックでコーティングされてるフォークみたいなんじゃなくて、ちゃんとまあ女子の、はい、茶碗、はい、でいいです。それを1杯で1日2食2食、はい、で野菜死ぬほど食ってください。野菜は、はい、さっきにバーンでご飯出てきた、もう家でもそうですわ、さっき野菜もう丼鉢にいっぱい、はい、バーって自分の好きな野菜でいいですわ、はい、アボカドとかそんなんでもいいです、はい、ブワー入れてそれグワー食ってください、はい、ほんでもう15分ぐらい待ってください、はい、で次豆腐とか、はい、そんなの食べてください。ネバネバ系、はい、山芋納豆とか、はい、もずくとか、はい、もずくやったらもうこんな食うてもよろしいわ、はい、ほんでまた10分ぐらいぼーってしてください、はい、ほんでこんな小さいご飯と味噌汁、はい、終わりです。でタンパク質のところにもお魚とか豆腐とかその食べていいですけど、それを1日2食、肉はもうこんな
唐揚げとかなし。とりあえず痩せるまでは揚げ物なし。揚げ物なしですか。揚げ物なしで牛は月1回。牛月1ですか。牛は月1。はい。で鶏と豚週1。週1はいの1食どっちかだけ。どっちか2食のどっちか。はい、で2食にする。であとはもう腹筋背筋腕立て、はいはい、限界までやってください。限界まで、はい、はい、それ毎日やってください。はい。で水死ぬほど飲む。水を死ぬほど飲む、はい、死ぬほど多ないですか。まあまあ 1.8 リットル2リットルじゃなくいいんですか。まあまあ2リットル、まあ、一升瓶パンパン、はい、一升瓶で物言う人久しぶりっていうか一升瓶、まあ、2リットル2リットルでいい、はい、これずっと続けたら、はい、そんなもん兵藤さん速攻痩せますわ。麺系も月1にしてください。月 1、はい、月1ご褒美で食べてもいいってことですか、はい、パンお菓子ジュースなし。わかりました。もうこんなんやったら一発ですよ。そんな5キロなんか、はい、もう一月ただのうちに痩せんちゃいます。わかりました。そやのに今こんな暗い顔してますやん。はいはい、はい、みたいな、はい、やるさっき、いやもう痩せたいね、5キロ落としてムキムキになってスタローンみたいになりたいね具体性も何にもないのに大きい夢ばっかり言うて、はい、実際何もせえへんやつよう言ってますやん、はい、例えば俺ら世界的な画家になりたいね、絵の具って何やろみたいなそんなアホはおらんですよ。まあそういうことですわ。結果それ大きな目標を達成する手前にはやっぱり小さい目標をいっぱい置いてそれを叶えていって叶えていって最後いけるかなって大きい目標ですよ。それはね、ここばっかり言いますね。じゃあもうここまずはバーって道順つけてまずここに集中するんで、これいった次これで頑張ってた知らん間にご褒美でアマテラス大神がここへ連れて行ってくれる。はいね、わかりました。ご褒美頑張ります。すいません、はい、絶対やれへんこれ。もうやります。本当に5キロ痩せてまずはほら見てください。これやれへんやつのやりますね。ありますそれ。やれへんやつのやつのやりますの言い方あります。じゃもうやれよって言ってください。やれよ。やります。いややれへんわ。やれへんわ。やります。いややりますやります。やりますほんまやります。僕はもうやります。頑張ります。頑張る。たくさん入っていただきました。平日ですから、一応13というのは重曹とかけて13のパーツで13日に、まあ、とりあえず13回、やるということで始まったこのイベントなんですけども、まあ、服装もね、地元なんでラフに行こうっていう感じで着てきてるわけじゃなく、最近太りすぎでスーツがもう入らない状態なんですよ。今ね、出番の時に着てるスーツも、10分の出番やったらまだ耐えれるんですよ。もうね、何なんですかね、履く時にもう呼吸法で言うたらね、ヨガの達人ぐらいのこうやって肋骨を前面に押し出してボタンを止めないともうダメで、最近もうね、もうね、食べ納め宣言してるんですけども、なんか一応、食べ納めはしてるからあまり食べないようにはしてるんですけど、もうやっぱりね、食べてまうんですね。で結果ね、おととしの9月からダイエット始めて、その時が 100.4 から、ダイエットを始めて、85まで行って、でね、で一昨日測ったら 99.8 に戻ってましたこのリバウンド率はすごいですよ。はい、まあでね、今日まあ言うたらこうやって、まあ、ちょっとねドリンク代とかも申し訳ございませんがかかったりとかするこのイベントで、まあ本当に予算というものが、なかなかないもんですから、衣装というのをいつもねおしゃべりで出すけど、衣装というのをつけさせてもらって自分それを着せてもらって出てるんですけど、今回も衣装ないですっていうことで、まあなら、まあ私服で行くか言うて家のこれを着てきたんですけども、これはこれで袖がものすごい短いし、もう次回からちゃんとします。本当にこれね、もうほんまに手作りな感じのライブでやらせていただいてまして、もう照明のこういう感じでええんかな、お客さんはこの照明でええんかなとか、いろいろそういうところから、作っていく第1回目でございますんで、ちょっと不備もあるかもしれませんがよろしくお願いいたします。でまあ重曹ですから、地元でございまして、
僕はずっとその近くの本当はまあ西淀川区っていう、JR でいうたら塚本駅っていうところがあるんですけど、そこがまあ近い、そこが近い、まあ、地元やってますけど、まあ、重曹もね許容範囲で、自転車で遊びに、まあ、航空街ですけどもね、自転車で遊びに来てようね、あのカツアゲとかされたんですよ、ここの。もうね、そういうところでこんだけのお客さんの前で喋れるなんて言うたら、もう30年前は予想もつかなかったわけですよ。30年前、その向かいのゲームセンターのビッグバードっていうところでアッポーっていうゲームが流行ってて、アッポーをやってる時にこれぐらい束で鼻毛出た中学生に200円取られた思い出しかない。この通りでね、まさかこうやって喋れるとは思ってもみなかったわけです。年末は皆さんどうでしたか？ゆっくりできました？年末。え、忙しかった？なんで？何しとったん？黙祷？あ、仕事か。カラスやわね。なんで？僕もありがたいことに仕事でずっと外に出てましてね。で、嫁がね、大掃除をしてくれてたんですけど、ある日ね、どうやらかったけども、家帰ったんです。彼が、ただいまってピャーって。ファッて見たら、焦ったなぁ。嫁が大量の服出して、横にスーツケースあるんですよ。えってなって、出て行くんちゃうんですよ。その瞬間ね、ほんま2秒ぐらいで、何バレたってなるんですね、男は。ただ、僕そんな浮気とかしてませんからね。でも、パパって出たのが3つあって、1個は、板野友美の写真集をクローゼットに隠してることがバレたんだ。で、もう1個は、やめときや言われてるんですけど、お風呂でおしっこしてることがバレたんだ。これもうぶっちゃけて言いますよ、今日はね。で、3個目は、僕マヨネーズめっちゃ使うんですよ。だから嫁が、心配してマヨネーズカロリーハーフを買うてきてくれるんですよ。ただ嫁がおらん時に赤買うてきてキャップだけ変えてるんですよ、僕ね。いや、ほら知らん優しさってあるじゃないですか。それはもうね、懺悔しますよ、嫁にね。その瞬間に僕なんかぶっちゃけ、もうええよ、悪い人でいいよ、悪い人でいいよ、ただブログとかには書き込まんといて、そんな人ともうすぐ傷つくからね。まあ嫁も傷つくんか知らんけど、そんなしたらで、やっってなったんですよ。その3つぐらいしか思い当たらないんですよ。で、次あと5秒ぐらいかけて言い訳を考えるんです。で、板野友美の写真集はもうバレたらやばいんですよ。僕の基本スタンスはAKB ってもうおっさんなりすぎて興味ないわっていう顔でいろんな歌番組見てるんですけどね、だから余計にそんなスタンス取ってんのにこいつ写真集見とるみたいな。ってな、多分女性したら AV 見てる方がまだ健全やみたいな感じになられるのかってなって、これ言い訳で言うたら、そうですよね、なんか後輩かな、連れかなんかもうたんかな、もうもうたこって誰にもうたかも忘れたな、興味ないからクローゼットにポンと入れてたんやな、あのトーンやなと。で、最悪それでいけると。で、おしっこをしてることね、これはもうしてへんって言い切る。してないしてないしてないって言い切って、でも詰めてこられたらもう最後何が悪いねんって開き直るしかないなと。俺この話だいぶ俺の評判落ちていってるんじゃない。まあええわ、俺に評判なんかないから。で、3つ目、これはやばいと。一番やばいのはそれだと。だって、で、僕クローゼットの中の、それもクローゼットのビトンのバッグに入れてるんですよ。それバレたら、そうやね、バレたら3本ぐらいあんねん。だって新品のマヨネーズようほらんやんか。だからもう置いてもうてるんですよ。これやばいな、どれかなと。もうね、一歩目なんかイニシエに入れたぐらいしかもう覚えてへんから、もうみんなも怖いんですよ。スーパーの袋にくるくるってやってるから、もうなんかタルタルみたいになってるんちゃうかなと思う。これはもうちゃんとしなきませんね、もったいないことをしてるわけですから、うん。で、どれやってなって、まあ最悪、いや、その3本はタルタルにして食べようかな思ってたしかないなと。これ一番やばいぞと。これ一番言い訳としてはしょぼいなって思って。で、まあ
恐る恐るですよ、もう心臓ドク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 ってなって、え、何バレたんやろ思って嫁にドクドクしながら、どないさんって言うたんですよ。ほんなら嫁が、え、服の整理って言われたんですよ。ほんでね、僕にしたらドクドクってしてるからツッコミちょっと荒なるんですよ。何もなかったらあそうって言えるんですけど、ドクドクってしてるから服の整理って言ったら、なんじゃこれって言うんですよ。スーツケースあるやんって言うたら、たまたまって言われ、たまたまかいって言われあ、そう言ってぎこちなくね、あ、そうなん、まあまあそうなん、大変やなってで、こうね、座って晩ご飯を食べる、まあこうやって書いたやつがとか食べて、ほんならね、もう知らんかったんですけど、嫁がね、なんかずっとこなしとんです、服持って。みんな知ってあるんですかこれ、こなしとんです、ね、そうそうそう、ときめきくときめかないっていうやつで、今整理するやり方がある、なんかもうよく知らないですよ、金スマでやってた言って、嫁ってそもそもなんしおるんですけど、こうやって、あ、これはまだ僕よくわからないです感覚、ときめくでやったらときめく方、うわそうやわね、ときめかない方置いたらそれルールおかしになるからね、俺だってこれもちょっとときめかないって思ったらもうときめかない方で、ときめかない、いや嫁の説明ですよ、ときめかない方にやったやつはもう掘るで、うちもう狭いんですよ、家が収納も狭いから、もう思い切ってそれで整理する言うて嫁がやってるんですけど、ほんでそれをすることによってときめかないものを全て掘るから、周りにはときめくものしかないから、生活はなんか余計ハッピーになるみたいなことを言いながらずっとやっとるんですよ。ほんでまあまあ結構大量にときめかないを作って、もうこれガサって捨てへんかったらもうスペースがないと、で子供2人いますから、その子供2人用のスペースも作らなあかんから、結構掘らなあかん、ほんでわーってやっとるんです。ほんで俺飯食うとったら、アイネっていう上の5歳の子が、アイネもやろうって言ってでね、ほんで、まあ、ほんなアイネも微妙なんがあるから、言うて、10着ぐらい持ってきて、ほんで、子供なんで、いるかいらんか、言うて。ほんで、なんか見せてやるようなんです。こんなせんとね。これは、いる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 。全部いるちゃうかなって一緒に思ったんですよ。これ、どっちか、いらん。いらん。いる。いらん。って、まあ、整理したんですよ。ほんで、へえ、思って、パッて名乗り出しに、いらんっていう、ときめかない方見たら、全部俺がこうっていった方なんですよ。これでね、ちょっと待て言うて端置いて、え、これいらんの本の言うて、いや、おかしないって言うたんですね。これめっちゃええやんかと、全部色違う服よ言うて、 ここがエメラルドグリーン、ここ黄色、ほんでベージュ、ほんで赤、ポケットはブルー、これ最高なんちゃう言うたら、なんかなんかって子供言うて、嫁がね、なんかそういうのが微妙なんちゃう言うて、言うて、ほんでそれも置いて、え、これ微妙か言うて、かわいいやん、全部ちゃうねんで言うて、これはって、この長袖のイチゴのって、イチゴって書いてるやん、ここにってジーで言うて、イチゴって書いてるなんか土産物屋みたいなとこ営業行った時見た時に書いてあったから、こうたんです、これイチゴって文字で書いてるの斬新やんかって言うから、言うたら嫁が、文字やから微妙やねんみたいな、言うて、これ結構そんな服いっぱいあるんですよ、マルキンで書いたやつとか、なんかいろいろね、なんか今こうてくるんですよ、僕もね、一応親ですから。ほんでもう、俺のこうたやつばっかりやんけ言うて、もうええわって、ほらんで言うて、リリアって下の子が大きなったら着てるからって言って、ほんでそれ持ってな、リリアってパッてやったら、うわーもう1歳ちょっとで分かっとんねん、もう鼻水と食べ物のカスだらけの顔をブワー吹いて、うわー言うて、もう女もうええんちゃう、掘ったら言うて、もう僕がこうできた思い出全部ね掘れるんですよ。ほんでまあ飯食うとったら、次の言葉驚愕やったんですけど、パパもやってやって言うんですよ。で僕が言うたんです、ちょっと待てと、俺の周りときめくもんしか置いてないからないって言うたら、嫁が、いやもう絶対そんなことないと、もう私も見たらもういろいろあるし、いやいやいや、もうときめくもんしかない、ほんならパーッと俺の部屋入って言って、これは出してきたんが、俺が二十歳の時に初めて一人で買いに行ったボブソンのジーパンね、ストーンウォッシュのジーパン、これはときめくに決まってるやないか、いやそのなって、そのときめくってもう決めてまうと、もう何も捨てられへんなる、いらんやん、いるよ、履けへんやん、履くよ、履いてみや、よっしゃ言って、こうやってこの辺で止まったんだそらね、その当時から28キロ太ってるからね、あって言ったら、はい、ときめかないって言われだから嫁に、家が広かったらなんぼでも置いといてと
無理やん。だからもうそうしていこうよ。ああ、もうこれはしゃあないな。これは掘るわ。ほな嫁また持ってきたんがコート、ロングコート、これもずーっとかかってるけどいらんやん。それは勘弁してくれと。それはときめくとね。なぜかというならば、僕が18の時にバイトしてコーター、危ないデカに憧れてコーターロングコートなんです。もう今から見たら毛布まとってるかみたいにめっちゃ重たいんですけど、これは絶対いるって言うたら、嫁がいやこれいらんのちゃうん、ときめくへん、いやそれは勘弁してくれと、ときめくと。このコートを見るたびに、あのバイトの辛い思いがもうちゃんとよみがえってくると。でそれを買うために、僕高3の夏休みに限定でバイト行ったんです。でガソリンスタンドのアルバイトに行って、で変わったガソリンスタンドで、スタンドがあるじゃないですか、ガソリンスタンドがね。でその後ろ店なんです。でこの店にいろんなもん売ってるんです。スポーツ用品から服から靴、あと言うたらもう文具で、あの現場作業の服で、現場作業で使う工具とか道具、もう何やかんいっぱい売ってるんですよ。もう意味がわからんスタンドなんです。でその横では果物屋やってるとか、で果物屋もやってて、その横は食堂やってるんです。でほんでたまに日曜日とかになったら、スタンドの敷地内に柵をバーってやって子犬売り出すっていう、むちゃくちゃ何でも屋さんみたいなところなんですよ。でそれもよ、なんで子犬売るかわからないんですけど、その柵の横に警察犬の子供って書いてるんですけど、そんなありえんの今。ただそれ言うたって何の引きにもならんやろと俺は思っててね。人間やったら、あ警察官の息子ですって言ってるみたいなもんで、別にね、わあ、まあ、ちょっと厳しく育ったんやろなぐらいの感覚で、ね、僕はそういうとこ入ったから、ガソリンスタンドの店員で入ってんのに、なんか子犬のその散歩行ったりとか、スイカをなんか直させられたりとか、鳥の足こらなってるやつ袋パンパン入ったやつ掘りに行かされたりとか、そんなことをしてたんです。で結果そっちの方が良かったんですけど、僕ほんまどんくさいんで、ガソリンスタンド業務は向いてないんですよ。でね、そのね、なんかあるんですよ、店の店班みたいな店員さんもおるんですよ。で僕はガソリンスタンド班なんで3人なんですよ。で僕でしょまず。もう一人が店長で、この人が怖い人やって、あのね、イカリア長介風のおっさんなんですよ。50ぐらいので、イカリア長介言うても分かる人に分かってもらえると思うんですけど、ようアフリカに行ってる頃のイカリア長介って分かります？まだもうパンパンの頃、勢いもうガンガンある時のイカリア長介に似てるんです。顔くろってパーマかけて薄いサングラスかけて怖いんですよ。でもう一人が自称三重で喧嘩3位っていう20歳の兄ちゃんと3人やったんです。でもうね、このスタンド業務が苦痛でね。でね、その三重3位の兄ちゃんが喧嘩、なんかいい兄ちゃんなんですよ、うん、いい兄ちゃんなんですけど、暇な時にずっと僕に喧嘩の武勇伝喋ってくるんですけど、ちょっとずれてるんですよね。座っとったら、俺やみたいな、三重で喧嘩3位やろみたいな、毎回入りこれなんですよ。ほんまかな思うんですけど、3位やんかみたいな、あはい、もう僕の方が年下ですからね、はい、むっちゃドヤ顔、今で言うドヤ顔で喋ってくるんですけど、お前一対五で喧嘩になった時もな、もう一瞬やなって言って、で、おマジっすか、すごいっすねって言うんですよ。ほんで、もう10秒かからんかったんちゃう、俺ら5人誰もどつかれてないって言うから、5人の方がいて言いたいんですけど、ドヤ顔すぎて言えないんですよ。心の中では5人の方がいて、ほんまね、そんな話めっちゃするんですよ。そっちかいっていうの、あのな、俺喧嘩3位やろ言うて、なんか三重のデパートで揉めた、3対3で揉めて、ほんでなんか裏の方に行ってなんか行ったんやと。ほんで兄ちゃんはその腕に覚えがあるから、あもう止めとってやと。でパッて見たら、角材とかブロックとかいっぱい落ちてるとこやし、武器が多いから危ないと、でバーって止めてた。でも向こうのやつが、お前さっきからなんやねんみたいなんで、髪持たれて後ろにグーンって引かれたらしいんですよ。邪魔やみたいなんでグーンって、
ってなった時に、俺もうそうなったらぶっちいっちまうやんかみたいな、はい、でも真っ白になって何にも覚えてないぐらいわーってなっちゃうからみたいな、はい、気づいたらな病院の上やベッドのやられたんかいって言いたいんですけど、ドヤ顔すぎて結果目で確認したら角材でどつき回されたらしいんですけど、だからもうそんなことずーっと暇な時にこれ見てドスで刺されてるんで、どう見ても盲腸の傷やったりとか、もうねもう苦痛でしゃーないですよ。でも兄ちゃんはええ兄ちゃんなんです。でまだね兄ちゃんと喋ってる間はまあその聞かされる苦痛はあるけど、まだねそれでは我慢しとったんです。で今度ガソリンスタンド業務ってガソリン入れるじゃないですか、あれが苦手で、今ねセルフサービスってあるんですよ。もう自分でウィーンってお金入れてウィーンってやってガチャンってなって、ほんでそれで閉めてボンボンバーンっていけるやつで、僕がその18とか17の高校の高3の夏休みの時とかはまだそんながなくて、で今やったら例えば 26.3 でそういうとこで止めても機械が計算してくれるから1円単位までお金出てくるじゃないですか。その当時そういうのがないからもう手でわーってやって、クイズダービーみたいなのがパタ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 ってこうなるんを見ながらね、パタ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 ってなって、で長介に20例えばね 26.3 で止めんなと、ややこしい計算がにもう26か27にせえ、ほんで、で最低でも 26.5 でもこれもあかん、もうちゃんとせえと、だからなんか計算がややこしいんですよ。なんかいちいち見てね、 26はなんぼで点なんぼがなんぼでって、もう忙しい時で計算のがややこしいから、じゃあもうちゃんとせえよって。で僕どんくさいしね、そういうのがほんま苦手なタイプで、もう車で入れたことはねある方は分かると思うんですけど、まずいらっしゃい言うて来るでしょ、でパカッて開けてガソリンのとこね、パカッて開けてカラカラカラって置いて突っ込ん で満タンって言われたらガチャってやってウィーンって行きよるんですよ。である程度こうノズルが入っててガソリン溜まってきてちょっと当たったらガチャンって言うて戻りよるんですね。で戻ってそっから手で入れていくんですけど、これが微妙なんですよ。でねカーって言ってだいぶねそのガソリンが近なってきたらね、おっさんが三拍前みたいな音するんですよ。なんかカーあ来とるなと、おっさん吐きよるなそろそろみたいな、だんだん大きくなってきてこれでいつやめるかでセンスが問われるんですけど、27とかに止めなあかんからめっちゃ攻めなあかんですよ。でクーって言ってそれでやりすぎたらブルルーって吐きよるんですよ。それがえらい怒られるんです、塗装につくから、あの塗装が痛む言うて、ほんでブーンとブーってなって、ほんで長介が怒って、お前こら言うて僕用の石棺道具作っとったんです。長介軍手を何重も何重も巻いてカチカチにしたやつで頭カーンやられて、いだー言うて、お前出したね謝らんかい、すいません言うて、ほんでもう2台に1回おじゃられて刺してるんで、長介も怒るわけですよ。で長介作りすぎて最後その軍手がメロンパンぐらいの大きさになってて、もうこれ殺傷能力あるでぐらい硬かって、でそれで頭をバーンとつかれるんです。で痛いわ痛いわ言うて、ほんで洗車もね来るんですけど、どんくさいから、で洗車お願いしますって、はいありがとうございますって言って洗車の機械に入れるんです。ほんでバンバンってやって機械のボタンをポンと押すったら、あのこんなんが機械がわー動くんですけど、ポンと押してわーって動き出した時に三重三院の兄ちゃんが遠くから運転席の窓開いてるって言うんだ。パッと見たらちょっと開いてるんですよ、これぐらい。うわー思って緊急ボタンバーン押したら、わーうまーうまーって、もうその間でもうメロンパン持ってもう顔変わって持ってるんですよ。ほんでガー戻って、お前こらゴチンやれて、すいませんすいません言って、ほんで見たらまた水際っていうのおかしいな例えで、もうちょっと手前で止めれたから戻ったけど、運転席のこの辺ベタベタなんですよね。ほんでベタベタでもう怒るやん、何してんのお前言うて、もう超してもお客さんも怒るから、ですまんねすまんせんって、お客さん怒りすぎて、もうええわこんなとこ行こう言うて、ほんで超介めっちゃ怒られて、すまんせんしたって言うてるんですけど、あの笑うたらあかんのですけどね、こっち濡れてるから右側が、運転してるおっさんこうなってるんですよ。でこういう体勢で右折していったのがめっちゃおもろかったんですよ。この体勢は左折なんですけど、この体勢でごっつやりにくく右折してるのが俺で、ね、それ長介にバレて何笑うとんねん言われて、すいませんすいませんね。ほんでこれはカンカンカンって、
ほんで長介がいよいよ言うんですよ。お前次お客さんクレーム来たらクビやぞって、ふわーってなって、わかりましたすいません、わかりました頑張りますって言った直後や、1トンか2トントラックがバーッ入ってきて、ほんで勢いある職人の兄ちゃんバーン出てきて、僕にね、番宣欲しいから二箱頼むわ言うてうんこしに行ったんです。で番宣って結果番宣っていうことなんですけど、番宣って知ってます？現場作業の道具、僕ごめんなさい、僕も 今ちゃんとは分かってないんですけど、足場組んだりとかするときに針金巻く針金ですよね。でそれを番宣って言うんですよ。で二箱言うてこれぐらいの箱に入ってるんですよ番宣って。まあそのサイズによると思うんですけど、でその何百本単位で入ってるのかな、あれ一箱なんか結構大きい箱で針金がブワー入ってるんです。それは後々分かるんですけど、高校生やし番宣って知らんし、でえーってなって、でも兄ちゃんが出てくる間に用意しとかなと思って、まあ、職人さん気短い人も多いから、お前何してんのかいとかなられるとまた長介来てクビになるし、クビになったやばいってなって、えってで番宣って言われたこともよく分かってないです。ほならせんって聞こえて、二箱ほならせんってなって、でその当時マイルドセブンのことをマイセンって言ってたんですよ。ほんで自分の中でマイセン欲しい二箱頼むってタバコかってなって、自分で財布で自販機やったからマイルドセブン二つ買うて持って待ってたんですよ。ほんで兄ちゃんがバーって出てきて、兄ちゃんにすいませんってね、ほんまは兄ちゃんはこれぐらいの針金の二つ僕に頼んでるんが、マイルドセブン二つ重ねて、え高校生の男がすいませんって持って行ったんです。普通の職人さんったら何してんのやお前言って、こんなちゃやろがいって揉められるとまた長介に聞こえるクビやったんですけど、その兄ちゃんが神がかり的に演出やったんです。マイルドセブンパッて持って行ったんです。ほな兄ちゃんがそうそうこれ現場でなアホ言われて盛りツッコミしてくれたんです。マジですよ。ほんででも今となったらめっちゃ優しいと思うけど、テンパってるからその時、ええって違うの違うのってなって、兄ちゃんが万全万全って言うたんです。でうわーって昔で言うミスターベータみたいになって、うん言うて、で万全が分かれへん、もう万全万全ってなって、とりあえず持っていいかな思って店入って、次絆創膏2つ買うて持って行ったんです。兄ちゃんその間待ってくれてるんです。兄ちゃんめっちゃええ人なんですよ。ノリのええというか待ってくれてて、絆創膏を2つ渡した時に、そう現場ではねアホ言うてほんまにさんまさん的なノリしてくれはる。ほんでえぇ、ってなったら長介があんまりにも長いことやってるから飛んできて、お前何しとんねんって言ったら、兄ちゃんがいやちゃうねんちゃうねん遊んでるだけやねんって言ってくれて、うん、で兄ちゃんちょっと番宣取り言うからちょっと一人で無理やがついてきてって言うてくれて、店の中の倉庫の方まで行って、これがなって番宣言うやつやと、針金やと、これを二箱やよ、もし兄ちゃんこれから番宣やったらこれやでって教えてくれて、ほんでタバコもバンドエイドも買うてくれたんです。兄ちゃんがめちゃめちゃええ兄ちゃんやんってなって、兄ちゃんはそれバンって積んで、で俺にこうやっておんなんなー言うてブーンって消えていった。そんな思い出のあるコートやって嫁に今の一連喋ったからね嫁にこれはときめくやろ嫁が出た答えがときめかないなのなぜですかと、それはもう敬語で聞きました。なぜですか、なぜときめかないんですか、今の話全部聞きましたよねと、これ普通こんだけ喋らせたら僕ギャラもあんま高いですよといやこれはすごいでしょと、でって言うたら嫁がいやそんだけ覚えてるんやったらもうええやんあと100歩譲ってその途中で出てきたメロンパンぐらいでかい軍手やったらまだときめくかもしれないコート関係ないやん、違うねんと、そっから俺はそんな思いをしてね、夏休み中働いてお金を貯めてこれを買うて、そんな高いもんちゃうでと、1万円ちょっとやけど高校生の1万円ちょっとやったら大金やと、でこれを着て冬ね、もう危ないでか気分で柴田恭兵気分でね、こう街を歩いてたんやと、でもうこんな正直言う18やけど空気銃の打ち合いもしたとね、危ないデカごっこもしてたと、これを着てね、もう幼稚は思うかもしれんけどもうそれぐらいときめいたそのコートやねんと、
でもなって言うんですよ、目が。そんなん言ってたら全部掘られへんやん。もうやめが、もう掘りやから。ちょっと待って、来たとこ見ろよって。で、まあ来たらめちゃめちゃ重たいんですよ。こんな重たかったかないぐらい。もうほんま待っとてるみたいな。重たい。これどうや？いや、別に見せられても、ときめかないって言うから、よっしゃ、分かった。お前リビング、おれ。って。で、俺走ってくるから。隠れて、ほんで、整髪料というか、チューってやるやつの、スプレー持って、たー走ってきて、嫁の前で、ときめく？ときめかない？関係ないね、って言うたんですよ。一応、柴田恭兵のモノマネで言うたんですよ。で、その瞬間、嫁が、ときめかないって言われて、それも掘ることになる。ほんで、嫁が、これもいらんはずや、って。俺の部屋から出してきたんが、衣装ケースというか、要はコーナンとかで売ってるカラカラってついてて、ガバって開けるやつあるじゃないですか。そこにハンチングね、ぶわー詰めてたんですよ。その下からいただいたんじゃなくて、自分で買うたやつとかずっとかぶってた、何回かずっとかぶってるやつをもうそこにもう詰めすぎるぐらい詰めてたんです。だからもうカバンってやったらボンってなる、蓋がね、なるぐらい詰めてたんです。これもう全部いらんやんって言うから、アホかお前、ハンチングイコール兵藤さんやろ最近は。これぐらい数持っとかなあかんのちゃうんかい。ほな嫁がもう、かぶれへんやん。もう、いらんやつばっかり、新品ないやん言うから、新品あるで言うて、バー見て、これ見てみんやって、親戚にふさこ姉ちゃんっていう、ふさこ姉ちゃんっていう親戚がいてるんですけど、ほら、これあるで、ふさこ姉ちゃんが、あんたこんな帽子かぶってるやろ言うて、間違えてこうできたベレー帽あるかな言うて。あんたこんなかぶってんな言うから、パッと見て、ベレー帽や、手塚治虫みたいになって。いや布が足らないんですけど言ったら、オーバーハンテうわ間違えたじゃなくて引っ張りよんねん、伸びひん伸びひん言うて、おるやん言うたら、うん、わかん、でもときめくねんって、俺はいろんな思い出あんねん、賞取った時とか、この仕事した時にかぶってたのとかあんねん、いろいろって言うてんのに、もうそんなん言うてたら部屋が片付きません、わかった、ほんなら俺今からかぶっていくからときめくときめくな言うていけ、な言うて、嫁がおう言うた、言うたるよ、ほんなら言うて座ってね、一個ずつね持って、これはときめかない、これはときめかない、これはときめかない、全然ときめかない、だんだん慣れてきて流れ作業みたいな、これはときめかない、はい、これはときめかない、これはなんと水長剣みたいなと思って、ときめかない、ちょときめかない、こいつマジか思って、で一個ちょっとだけブルーになったんですけど、僕は信じてるんですよ、嫁はときめかないって言おうと思って全部ときめかないときめかないって言ってたからやと僕は信じてるんですけど、かぶってない時俺の顔見てときめかないって今お前ときめかない言うたら、俺で俺がなんぼかぶろうがときめかんじゅうことやろ、嫁がうーちょちょちょお前なんやねん、そんなもん全部置いとくわとね、なんでときめかないコートも全部置いとくわって言うてたら、アイネが僕の部屋入ってたんですよ、タタタ来て、HB や言うて、板野友美の写真集出してきたんです悪いことででけへんで、カラカラカラの奥に入れてたから、あいね、HB やで、 AKB って言えないんです、 HB や言うんです、 HB の人や言うて、ほんで嫁キー見てるそっちで、僕それ見ながらときめかないって言うて、ガサツなやつが嫌いっていう、まあ何をもってガサツというか、でお前はどうやねんって言われたらそうなんですけど、単が高いところで言いやがってと思われるかもしれんけど、ガサツな人がちょっと苦手で、塔をバーン閉める人とかおるやんか、意味なく、あと缶コーヒーとか飲んでてバーン置く人おるやんか、俺ああいうのダメなんや、別に普通に置いたらええやんか、でちょっとガサツやなって思うね、友達になられへんなって思ってまうんですよ、でお前何様やねんと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあまあそういう話やからね、うん、でこの前もガサツな人がおってね、大阪の局のディレクターなんですけど、喋っててなんでそんな話になったのか分からんけど、デーモン小暮閣下って今何歳やっていう話になったんですよ、で何歳やろう言うて、で俺がね、あ調べますわってウィキペディアで調べたら、デーモン小暮閣下今10万52歳なんですよ、ほんで10万52歳ですわって言うたら、ほんま見せてって言われて携帯をこう渡したら、わかる？画面をこう持たれてんな、俺ごっつい嫌やね、画面を指で持たれんの、なんで持つのと思うねん、ほんでね、わほんまや言うて、わまた渡す時に逆向けてやねんけど、画面に指置いて渡しよんねん、
ごっついやわって心の中でで持ってね、ごっつ吹きたいわ吹きたいわ思ってて、でもね急にね返されていきなりバー吹いても気悪いからね、ほんでうわ吹きたいわ思いながらこうやっとったら、向こうのディレクターがあのあれやで、デーモン小暮が入ってた世紀末のギターってテクニック世界レベルやでみたいな、もう俺らの世代やったらもうほんま5回ぐらい聞いたみたいな話をしてきたんですよ。だからその時にあの携帯を持ってね、それ言われた瞬間にへー言ってそのままバーって吹いたったんですけども、はー言って吹いたんですけどもね、ちょっとガサツな人が苦手だという。ガソリンスタンドでもよくあるんですけど、あの僕ワゴン車乗ってるんです今で、車乗れへん方ちょっと分かりづらいんですけど、ガソリンを入れるやつね、天井からぶら下がってるって分かります？分かる？分かります？天井からで、たまに低くなりすぎてて俺のワゴンが行ったら当たる時あるんですよ。だから当たるから、スタンドの兄ちゃんがその上のこうなってるところに紐があるね、紐をこうやって引っ張ってくれてスペース上げてくれんねん。ほんで俺が車で入って行って、ほんでそーっと離すねんけど、あのね本当にね、ガサツな兄ちゃんがおってね、ごつガサツやねん全部、引っ張ってくれんねんね、あーうらーうらー言うてんねんね、でバーッと入るやんか、ほんでそーっと戻してくれたらええねんけど、そーっと戻さんとちょっと手前で話しようんやろな、うん、その瞬間車がゴンって言うねん、当たってんねんな。その時に俺は俺の特技で、口動かさんと文句言うっていう特技があるんで、顔は笑顔やね。ほんで、わーって笑いながら、お前当たっとるやんけってこう言うてるんです、車の中でね。ね、んで僕、真兵道さんやてなもんな感じになってくれたから、って笑いながら、当たっとるやないか、こらって言うて。ほんで、次はね、給油口ってあんねん。ガソリン入れるところで。で、運転席の大体この辺にポコンって出てるわ。ガチャってやったら、車の給油口がポコンって開くねん。で、それを探しとったら、大抵の人は待ってくれんねん。俺がそれポコンって開けてガチャって開けるまで。もうそういう兄ちゃんは大抵探してる時にガチャガチャガチャってやってくんねん。で、俺はその時にまた笑顔でね、今やったらな、お前な、お前ほら、って言いながら、ポコンって開けてガチャってやって、で、すいません、言って、火力満タンで。で、わーしゃーみたいな。ええやつはええやつなんです。めっちゃええやつなんです。で、ガサツな割にはそういう時にね、ドアバーン閉めんのかな思ったら、ちょっと閉めようね。ほんでドア半ドアにされるっていうちょっと嫌な気持ちになる。半ドアやんってなって、ほんでもう一回バーって開けて自分でドンって閉めんねん。ほんで次はちょっとゴミ掘ってほしいから、ね。ほんでもうゴミをバーって、まとめてるやんか。ほんならまたそのお兄ちゃんがドアをね、ドン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 叩きよんねん。ドア叩きよんねん。窓をドンドンってすんねん。で、なんやねんな、思って。で、また笑顔で、って言うたら、もう一回開けてくださいって言われたんや。何があってん、思って。多分、ガサツやから、ね。多分、車と車が狭かったんやろな。ほんで、俺の給油口がこう、開いてたんやろ。ほんで、ガソリン入れな、思って、ティー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 って、ケツでポンと閉めたんやろ、ほん、多分な。ほんで、またわーって来て、もう一回開けてくださいってなんだよ。で、わかった、ガチャって開けて。ほんで俺はもうね、まあ、ゴミまとめて、でガチャって開けて、ゴミごめんこれ掘って、はいで、ごめん中のメーターのとこ拭きたいから、雑巾やる、はい雑巾くれんねん。ほんで雑巾もらってメーターのとこポッて拭いたら水ジュッと出んねん。ガサツやろ、ギャーってやってるだけでピョンってやりよるからギョーっとしてへんねん。もう俺のスピードメーターが水でファーってなってんねん。もうごっついややわってなって、ほんで自分で開けて見えへんようにギョーって絞ってバーって吹いたけど、もうスジスジなるわな、これな、乾いたらスジスジや。うわもうこれ最悪や思っとったら、兄ちゃんが窓吹いてくれんねんけど、ワゴン車なんでちょっと高いんで、だいたい脚立を持ってきはるんですよね。ほんで、まあ、ちっちゃい脚立を持ってこう吹いてくれるんですよ。で、普通は皆さんがおるとしたら、まあ普通こう吹くやんか。で、半分ぐらいまで行ったら、それ持って、こっち回って、また登って半分吹くねん。そいつをね、吹いてるやん。でも半分になっても、もう限界になっとんねんけど、ここでもっと向こうを吹きたいっていうルールがあんねやろな。ぐわー伸びすぎて最後、窓に手ついてこうやって吹いてんねん。で、ついてるやんってなって、俺もう。その時笑ってないよ。もう笑わんとついてるやんってなって。ほんでまたね、気づかんとこっちも吹いて、また吹いてくれてんねん。ほんでまあ、ほんで俺ももうしゃあないな思いながらこうやって。ほんでまあ兄ちゃんが、入りました、なんぼなんぼです、お金渡して。ほんで、お釣りと、その時灰皿も渡して。
俺タバコ吸うから車で、あのバカってなったカップ式のやつやな、それをこれもあのごめん灰皿もはい消えやつやで帰ってきて、お釣りです、灰皿です、はい灰皿ね、でどうもありがとうございました、どちらに出られますって言うから、あごめん兄ちゃんなんか知らんけど窓に手形ついてんやんか、拭いてもらっていいったら、はいでキャッキャって拭くからまだ第一関節のとこ残ってんねやんか残ってるやん第一関節のとこ思いながら、ほんでまあもうええわ思ってバーン閉めて行こう思ったらやな、もうまたあの誘導もなガサツやねん、もう見てへんねん車、あら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 どっちか分かれへんねん、止めてんのか声言うてんのか分かれへんねん、あら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 って言いよんねん、どっちやねんってなりながら自分で見て、はい来てへん思って出ていくな、その時兄ちゃんにあらあらって言われんねん、俺は笑顔でもう来えへんでって言いながらわーって行くねん、ほんで信号待ちでタバコ吸うて火プーンってつけて置いたらジュッてなんねん、水きれいに拭いとれ、なんやねんっていうね、まあそのええやつなんですよ、多分いい子なんですよ、おおらかな、ただちょっとガサツやなって思う。でこの前新幹線でもう本当にすごいガサツな人を見たんです、もう僕から MVG をあげたい、わかりますかね、モストバリアブルガサツっていうねのを作って差し上げたいぐらいガサツな方がおったんです。お盆の時に東京行く時に新幹線乗って、ほんでバーって行ったらもうお盆やからグリーン車も満タンなんです、ほんでバーって行って俺は窓側なんです、ほんでバーって行って、ほんで九州博多から来てるやつなんでね、もうみんな何人か乗ってはるわ、ほとんど乗ってはんねん、でバーって行って俺窓側やで、俺バーって見ながらほっと行ったら俺の席に小太りのおっさん、もうリクライニング倒してここにテーブル置いて弁当置いとんねん、でここの隙間に、水とコーラとお茶みたいなの置いとんねん、ほんでスパ呼んどんねん、もうごっつくつろいどんねん、でこれ多分この人は新神戸から乗ってきたりするんですよ、これは後で分かるんですけど、でうわ俺んとこやん思って、ほんで横の席見たらさつまいもみたいな色をしたごっついでっかいリュックサック置いてるし、何これってなって、もう言わなしゃあないやんってなって、その人にねすいませんすいませんそう読みながら、えって言って、あのそこ僕なんですけどって言うたら、その人があ来たかって言うたらほんで俺心の中で来るわってなったんですよ、まあいいやねん俺んとこだらけえへんって、そんな引きないやろお前って思いながら、うん、ほんで あのすいませんと、あごめんなさいねってわやりはんねん、もうそのジュース取って前の あの網棚にガッサー入れはんねんな、ほんでなんかテーブル置いて弁当置いてこれのでっかいリュックとかバーン置きはんねん、で俺はその間ずっと通路で待ってるやんか、だからコロコロにバーン当たって、あすいませんとか、なんで俺が謝らなあかんねんと思うねんけど、バーン当たりながらあすいませんって行きはんねん、ほんでどうぞ言われて、あすいませんねごめんなさいねって言ってこうやって、ほんで自分のその席やんな、バッと座った瞬間やん、うわ猫って思ったら靴やん、あ靴やんかほんで見たらな、靴の中に一個ずつにドーナツ状の靴下が一個ずつ入ってんねん、え裸足なんてなって、見た裸足やって、うわガサツやわ思って、ほんですいませんあの靴、あーごめんなさいね取りはんねん、でもうわがもうわがもう俺もちゃんとね気を取り直してえやろう思ってね、ほんでまあねリクライニングも戻して自分の英知にしたいからバーってやったらもうごっつ濡れてんねん汗で、あーごっついなこれは、これえらいことなってんぞ思って、ほんで俺もしゃあないからこういう感じになって、これきついぞ東京までこの MVG と一緒に行くのはと思いながらね、と思っとったやん、ほんなら急にねシャカシャカって音すんねん、でなんやねんな思って、シャカシャカってこっちから音すんねん、ほっと見ても何も別にしてへんねん、でもシャカシャカシャカって音するからなんかな思って、下ほっと見たらわかるかな、左の足の親指で右のふくらはぎかいとんねん、こうやってシャカシャカガサツやわ、家ちゃうぞここ思って、もうごっつい嫌やわガサツやわ思って、で俺も窓の方見とこう、見たあかんと思いながらでも気になってまうねん、もうガサツがな、ほんだ次コーラ飲もうと しはんねん、もう開けてなかったやろな、急にプッシュ言うと思ったらうわ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 ってどんだけ飲むねん、ガサツやわ、
大人やったらちょっとにしとけや思って、ぐわ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 言うて飲んでんねん。ほんでブワーンってやった瞬間、あー言うてんねん。痛なるよそれ、痛なるよ、うん、確かに痛なるよ。あの幸せな痛み来るよ、コーラ一気にしたらね。ね、でも大人やったら耐えるやん、うってなってこう、うんってこう耐えるやん。もうごっつい痛がりはったわ、うんぐうんぐうんぐあーって言うて、俺ほんま毒殺されたんかなと思う、俺あー言うてんねん。こいつほんまガサツやわ思って、ブワーってね、また閉じて前の位置ガッサーってこの網のとこガッサー入れよんねん。これ次弁当食べ出すねな、弁当やで、うなぎみたいな食べんねんね。別にそれはええわ、まあ、俺もどんだけ見てんねんいう話やねんけど、もうちょっと見てまうねん、ガサツやわ思って、でパッて見たらね、弁当うなぎやでね、別店のタレついとんねん、あの赤いの、上赤くて四角のやつあるやんか、あれついとんねん。ほんでね、ガサツやったらガッパーン全部かけんのか思ったら、そんなとこだけちょっとずつかけて食べようね腹立つわなんか思いながら、ほんでね、ちょっとつけておいて食べようねんな。ほんでまたあげるやん。ほんでね、そのかけた時にね、ピュッてやってないから、もう垂れとんねやろな、垂れが。パッとあげたらテーブルがね、四角に汚れてんねん。な、うわ、汚れてるにゃんってなって。ほんでそこに戻したらええのに、そんな気にしおれへんねんな。全然ちゃうとこ置きよんねん。ほんでまたちょっと食べてまた入れよんねん。ほんでまたちゃうとこ置くから、なんかどんどん四角の、タレの四角が汚れていくのよ。なんか観光地の、なんかスタンプ台の横みたいになってて、これ、ごっつ汚れてるで、この人思いながら。ほんでガー食べとんねん。ほんで食べてはるわ、思って。ほんでまあそれ食べ終わった。ほんでそれなんか拭いてはったわ。口拭いたやつでまた拭いてはったわ。もう頼むわ、ってなって。もう絶対俺これからもう新幹線のテーブルではこうせんとこう思って、何されてるか分かれへん思いながら、ほんでまあトイレ行きたいな思って、すいませんトイレいいですかで、あどうぞどうぞ言って、余計方もガサツやったで、なんかもうこんなんや、どういうことやねん、こうせえやどうすんねんこれ、実際は抜いてへんやどうぞどうぞやらへん、何やどうぞって思いながら、あすいませんすいませんすいませんごめんなさいっつって、トイレ行って俺帰ってくるかな、ほなもう大体わかんねんな、あの気づいてくれてはったんやっていうか気づかれたんや、大体わかんねん。俺がバーって帰ってきた、その人がねスパイを見てて、はーって見て、ってなったんや。俺もあ気づいてくれてはんねんなと思って、で座ったんやな、で確認したんやろな俺かどうかな。普通こうやって見るやん、こんな感じで、もうえげつないで、味方向こうやもんもうここまで来たんねん俺顔、もう人間違えたらこいつどうすんのかなと思う、ここまで来たんねん。ほんで兵藤さんちゃうって言うから、ね、ああどうも兵藤ですって、俺不安やねんって言われて、ごっつ複雑やん、ガサツやんってあんだけ思ってたのにやで、急に不安や言われても、でもね大抵不安や言い張るわね、そんな見てもなかっても不安や言い張るけど、で殺し文句でラジオも聞いてるよって言われんねん、 ABC ラジオやってますから、ほわっとええ感じ言うの、それ聞かれてるやっぱりね、あだいぶ聞いてくれてはんのかなと思うねん、あそうですか、 ありがとうございます、あ兵藤さんやってだってでね、一応まあなんかね喋ろう思って、あのどちらで降りはるんですかって、興味なかったんけど、どこで降りてくれんのかなという確認やったんですよどちらで、あのどちらまで、あ僕名古屋で、あの降りてで、あの乗り換えて静岡の方まで、あそうですか、その人が、あのね、あの俺単身赴任なんですわとね、で、あの神戸の方で単身赴任してはんねんって、で家はそっちなんで実家が、ほんで昨日夜勤終わりでもう念とね、ほんでちょっと久しぶりに帰るから張り込んでグリーン車通ったとね、ほんであそうですか、ほんであの子供さんがおんねんて、あの高校生で下が中2やったわな、でもうね帰っても嫌な顔しよんねんとね、せやけどねその嫌な顔見んのもまあまあまあ落ち着くわ言うて、単身赴任ってそんなもんや、やっぱ寂しいもんやで兵藤さん言うて、あそうですか、うんで嫁もな可愛ないで不細工やでうちの嫁言うから、いやいやそんなことないでしょ、って言いながら、でもなその嫁の顔見たらな落ち着くんやわって言うねんな、ほんであそうですかって、で兵藤さんとこお子さん女の子2人やねってラジオとか言うてるから、ラジオとかこういうおしゃべり大好きで子供の話してるから知ってくれてる方結構多いんですよ、女の子2人やねって言うてくれんねん。でこの前ワルタンがロケ行ってる時に京都で
オーソレミーヨっていう番組のロケで京都歩いとって、ほんだら奥さんやわ、俺見つけてわーって来て、あんたんとこの子供女の子やねって言おう思ったんやろな。なんか急に上が飛んで俺にバーって俺の目の前まで来て、女の子やねって言われたんですよ。えってなって俺初めわからんやんか。俺見て女の子やねって言われたから、こんなもみあげの女の子おる思って、え違いますけど、え僕女に見えますおっさんですけどって話になって、でちゃやんかあんたんとこの子やんか言うてね、でいやそういうこと言うてもらわなって言うたら、普通ね関東の人とかやったら、あごめんなさいね間違えましたわって言うんやけど、やっぱ関西の奥さん強いな、おう言うてくれな言うたら、大体わかるやろ言われて、大体わかれへん大体わかれへん。でまあその人やな、でその人がね、まあさやけどお互いあれやね、子供のために頑張らなあかんねって言うね、あそうですね、まあわしもちょっと仕事頑張るわ、あ、ひょうさんお疲れやろ、もう寝てって言うの。ああ、すいません、ありがとうございます。で、まあちょっとね、まあ黙って、もう景色見とったんや。ほな、なんかごっついね、自分でね、ガサツやな、この人思ってた自分がね、ごっついあかんやつやなと思って。なんかね、お前何様や、兵道と。ね。で、ね、いろいろあってん、それ他にも。なんかスパをね、ちょっと弁当食う時とか網棚入れよったんや。な、それも普通やったら畳んで入れるやんか、開いたとこのまんま入れたんや、ガサツやわってなったんや。なせやけどそんなんも男らしいんかなと思って、俺がガサツやと思ってるだけでね、いやこの人は日頃ね子供とか奥さんのために働いてはって、ほんでテンションも上がってわーってやってやるだけで、別に俺がそんな尺度で物見ることないな思って、なんか反省してたんですよ。ほんなその人がアイスクリーム買いはって、すいませんってアイスクリームくださいって、新幹線ので、俺がなんかわからんけど喋りかけよう思って、なんか喋りかけることによってさっきの罪が薄なるかなってわけのわからんこと思って、で、あアイス好きなんですかって言ったら、そやねん僕アイス好きやねん新幹線の、ひょうさん食べるって言うから、あ僕大丈夫です、いやさっきちょっと迷惑かけたから食べてとか、いやごっつええ人やんかね、であ申し訳なかったな思ってね、だんだん思ってきて、おいや大丈夫です、アイス美味しいですよねって言ったら、その人がバッと蓋開けながら、俺ねほんまにその実家帰るまでに新幹線のアイスが一番好き、一番幸せこれ食べてる時がって言いながら、そのスプーンでね、これが硬いね一発目が言ってプンってやったら、アイスがピョンって飛んで前に2列ぐらいの前にピョンって飛んで、2秒後前の方でおっさんの声でなんやって聞こえたんだ。その瞬間俺またガサツやわバレるバレる。プンってなった。まあいろんな人おるな。パッと飛ぶとき奇跡やんか。